はいどうも、発狂マシンガンのアシス。今回はポゼッションで DB1 達成したぞーということでやってまいりました。で、今フェーズはね、ちょっとポゼッションで DB1 行きたいなということで、まあいろいろ試してたんですけど、まあ、試した結果勝率 46% と、ここだけはちょっと置いといてください。本当に触れないでください。まあ、多分コメント欄でね、試合数やっただけやんって言われると思うんですけど、まあその通りっちゃその通りです。はい、まあ、ただ今使ってるフォメのポゼッションにしてからね、結構負けてないって感じで、そのフォメにしてからもう一気にレート200ぐらい上げたんじゃないかなって感じなんで、まあおすすめはできるということで、まあ紹介していこうかなと。まあ、人選解説したり、まあ試合ちょっと解説はできるかわからんけど、まあ試合も紹介して、まあポゼッションのメリットデメリットも話せたらなと思います。これ最初に良ければチャンネル登録と高評価本当にお願いします。とかやっていきましょう。今回ディビュアン行った褒めがこちら 4-2-2-2-2-OMF ということで、まあこれのポゼッションで、ディビュアンに到達したということで、まあ、まず 4-2-2-2-2-OMF 自体が強いよね。多分どのチームスタイルでも強いと思うんやけど、ポゼッションでね一番合ってる褒めはね個人的にこれでしたね。コンフェーズはねマジでいろんな褒め試したんよ。3バック試したり5バック試したり、もういろんなポゼッションを試してたどり着いたのがこの褒めですね。でまずポゼッションのいいところ話すんですけど、まずパスがめちゃくちゃ回しやすいね。選手の動きがめちゃくちゃいいんよな。まあ、どのチームスタイルよりも、パスがつなぎやすい。では 4-2-2-2-2-OMF は中央に選手多いということで、もうよりパスがつなぎやすいですね。もうサイドいらない、サイドいらないと言いつつもね、この OMF の選手が結構サイド行ってくれたり、まあ、CF の選手も結構ねなんかいい動きしてくれるんで、ポゼッションねやっぱいいとこに行ってくれるんよ。マジで頭が良くなっています。ポゼッションにしたらもう選手の頭が良くなります。もうそう思ってもらっていいんじゃないかなと。もうそれぐらいパスが回しやすいですね。パスつなぎやすいポゼッションとこの褒めが合ってるって感じかな。で、まあポゼッション使ったことある人ならわかるかもしれんけど、まあラインが高めなのね。まあショートカウンターと同じぐらいなんかな。それぐらいラインが高いということで、まあ守備難しいって思う人いると思うんですけど、こう 2DMF、まあ、この2人いることによって、まあ、守備もね、でさらにポゼッションで、まあ、結構ねボール保持できること多いんで、相手陣地でパス回すことが多いんよ。でまあそこで取られてもハイプレスでしっかり取り返してくれるんよ。ポゼッションそこがいいとこなんや。ショートカウンターよりもう前で取りやすいってイメージがありますね。まあ、この褒めが合ってるっていうのもあると思うねんけど、まあ、前でパスカットとか普通に取られてもその後すぐ取り返して、まあ、自分たちの攻撃にできるっていうのがやっぱポゼッションいいところですね。まあ、メリットはそんな感じかな。ポゼッションあんま抜け出さんと思ってる人いるかもしれんけど、ライブでしっかり一人置いとけば全然抜け出してくれますね。まあ、ライブレやっぱ一人は欲しいかな。ライブレいれば全然抜け出してくれるし、ポゼッションに取られてる人が多いんじゃないかなと。ポゼッションでもね別にショートカウンターのような攻撃もできるし、ポゼッションやからってこういう攻撃しないといけないとかね、なんかそういうの思いすぎるのが良くないのかなと。なんでまあ普通にショートカウンターのように攻撃してもいいし、ボール持てるときはボール持ってパス回して、パス回してたらスペースできて、まあ、そこへ抜け出して、まあ、ゴール決めるっていうそういう形もあるんでね。ポゼッションねマジで、まあ、攻撃の幅増えるし面白いです。シンプルに使ってて楽しいのな。でまあデメリット一つあるとすれば、斜めスルパに弱いんじゃないかな。まあ、ライン高いんで取られた後前で取りきれんかった時がちょっと怖いかな。守備はちょっと大事なんかな。まあ、センターバックは基本的に前に出したらあかんか、ちゃんと裏ケアはした方がいいかなって感じで、デメリットは今男それぐらいなんかな。まあ、僕が使ってる感じではデメリットはそんな感じなんで、ポゼッションがね思った以上に強いです。にガチで強い。ショートカウンターより全然いい気がするんよ。まあ、ポゼッションのメリットデメリットこんな感じかな。まあ、なんか気になることあればコメントで書いてもらえれば、まあ、答えれることは答えようかなと思ってるんで、コメントしてみてください。ということで人選解説していくんですけど、人選そこまで凝ってないっちゃ凝ってないんよな。まあ、キーパーとセンターバックはもういつも通りもう信頼してる選手やし、あでもちょっと足元あった方がいいのかなと思うけど、まあ、スピードも欲しいか、スピードもできれば欲しいけど、まあ、信頼してる選手はいいですね。でまあ両サイドバックは、まあ、一応守備的にしてますね。攻撃的にする必要がないのかなと今のところ思ってるんで、まあ、守備的でもね意外と攻撃の時いいとこいてくれるし、コスタクルタめちゃくちゃいいですね。こう足元しっかりあって、まあベルゴイも足元まあ普通にあるし、まあできれば足元数値あった方が嬉しいかな。 DMF2 枚はまあ1人結構守備的と、まあもう1人はパスしっかりつなげる選手って感じかな。
まあでも守備寄りでもいいんじゃないかな、まあ、守備寄りでパスできたら嬉しいなって感じですね。プレースタイルに関しては、まあ、デヨング無印は結構いいかな。うん、いいとこ上がってきてくれるんでデヨングめちゃくちゃいいですね。でまあアンカーは別にいらんかなって感じかな今のとこで。 OMF2 枚はそこまで考えてないな、まあ、とりあえずメッシ置いといたらいいんじゃないかなってぐらいメッシが強いですね、まあ、最近いろんなメッシ使ってるんやけど、まあ、どれ使っても強いで、ファンデルファールとか意外といいんよね、まあ、プレースタイルは別に何でもいいような気がしてるんよね。まあでも一応今はチャンスメーカーと無印って感じですね、まあ、やっぱりドリブルパス、まあ、決定力80ぐらいあったら嬉しいかな、まあ、ワンパー結構欲しいなここら辺の選手、うん、前目の選手やっぱワンパーあると非常にありがたい。ワンパスルパ持ってるとめちゃくちゃパス回ししやすくなりますね。で CF は、無印とラインブレーカーやけど、ライブレー2人でも全然いいかな。フリット置いてるのはやっぱりポゼッションなんで、まあ、前から結構守備するということでフリットこれめちゃくちゃいいですね。でまあこの2人どっちもチェイシング持ちなんでそこもいいのかなと。チェイシング持ってる選手だとありがたい、ね、フリットマジで外役やからね。これ守備能力あってしっかりドリブルパスもできて蹴ってる子もあって、もう外役ですマジで。まあ一人は確実にラインブレーカー置いた方がいいのかなって感じで、人選はねそこまで凝ってないね。うん、シンプルに強い選手入れたみたいな感じなの。選手っていうよりこの 4-2-2-2-2-OMF のポゼッションが強いって感じなのかなと思ってますね。まあ、選手はもう自分の持ってる強い選手をぶち込めばいいんじゃないかなと。ということでここから、まあ、試合見てもらえたらなと思います。試合見てもらえれば、まあ、さっき話したメリットのとこも、理解できるんじゃないかなと思います。ただぼっちって言われただけみたいになってるから、ちょっと
びっくり今の攻撃。